続きまして地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築事業と題しましてモデル事業3エリアの参加事業者様より活動結果報告をいただきますこちらのセッションではモデレーターとして PWC コンサルティング合同会社ディレクター高橋慎吾様にお願いをしております高橋様よろしくお願いします皆様こんにちは えっと、ただいま、ご紹介にあずかりました、PWC コンサルティングの高橋慎吾でございます。あの本日はこのような貴重な発表の機会をいただきまして、本当にありがとうございます。えっと、セッション2、えっと地、地域ぐるみでの脱炭素経営支援体制構築モデル事業、これについて、冒頭、私から5分ほどで、えっと、概要説明をさせていただきます。その後、えっと、3地域です、ね、のご担当者様から、えっと、活動報告ということでご,ご発表いただきます。 えっと、それではどうぞよろしくお願いいたします、えっと、まず最初にあのスキーム図全体をご説明させていただきます、えっと、私どもが、えっと、事務局として環境省様の,あの下に入らせていただきまして左側ですね、えっと、事務局として、えっと、支援事業の、えっと、取りまとめをさせていただきましたで支援対象なんですけれどもあの地域ぐるみでの,あの支援を行っていくんですがあの最終ターゲットは中堅中小企業の皆様でございます なんですけれどもあのご承知の通り、えー、とおり中小企業の皆様はあの規模が小さく数が多くてです、ね、業態も多様であるといったところで直接ご支援差し上げるよりも、えー、と日頃からお付き合いのある地域での、えー、と支援機関です、ね、に該当する方々ここと組んで、えー、とどのようにサポート支援を行っていけばいいかこの支援体制を作りそれを強化していくという、えー、とモデル実証事業をあの16地域です、ねえー、とデリバリーをさせていただきました。 で具体的にはですねこの真ん中のところにちょっとあの薄い枠でずっとあの L 字で書かせて逆の L 字で書かせていただいてるんですけどもここがあの地域ぐるみでの支援体制を想定してますその中でも濃い緑で示した行政それから金融機関で商工会議所などの業界団体ですねこちらを中心としまして日頃からお付き合いのあるところをここと組んで、えー、と必要に応じて 専門機関ですねここはツールベンダーさんであったりだとかあと省エネ診断であるとかあとは大学の研究機関ですねこういったところと組ませていただきここ全体をですね地域ぐるみでの支援体制ということで支援体制の構築それから強化のご支援をさせていただきましたでこの結果として2点ほどサマリーとしてですね得た示唆をご紹介させていただきますますず1点目ププッシュ型アプローチの有効性でございます。 で今回この事業の中でプッシュ型アプローチここの有効性を検証しようということでトライしました。で具体的にはですね支援機関の皆様が地域にいらっしゃる中圏中小企業の皆様この方々がですね、えー、と自らその経営脱炭素経営を進めていただけるように、えー、と能動的に働きかけることちょっと長くなったんですけどもそれをプッシュ型アプローチとして定義をいたしました。で これが重要だというところはですねセッション1でなかなかこうサプライズさんの皆様がですねなかなかその関心はあってもどうやっていればわからないといったようなところのあったまっていない人たちをですねえっ、ー、と行動変容を起こしていただくには有効だということはまあ総論としてはですねご理解いただけると思いますで我々はここでですねどうすればこれを有効に機能させることができるのかここにチャレンジしましたでその結果がこの1枚のスライドでございまして左上のところに整理をしております で地域ぐるみで新幹の方々あのたくさんいらっしあの種類いらっしゃいますあ,のこのあるとおり行政金融機関商工会議所等いらっしゃいますそれぞれの強みを生かして3つの機能ですねここを生かしながら具体的なサービスを提供する、まあ、やっぱここがあの必須要件だねっていうところで結論付けました。 でもう少し解像度を上げてご説明しますとこの脱サンスメニューですねこのメニューは何かってところなんですけどもやはり知る測る減らすこれは具体的にあの中小企業の皆様が脱サ、えっと、ンス経営を推進していくにあたってですね必ず通る、えっと、3つのステップだと思っております。でこれに応じたメニューをきちんと強めを生かしながらご提供できることこれが一つでもう一つはですねやっぱりその持っていく生き方っていうのが重要だと思ってまして。 でそこの3つの機能として今回3つあの、えー、機能がいるだろうということで挙げさせていただきました。1つ目が旗振り機能です。でこれは、えー、中小企業の皆様がですねでやっぱりここ大事だねってこういう方向性でいくんだねってところを地域ぐるみ全体でそういうメッセージングをしていく、まあ、こういったところが必須だといったところが1つ目。で2つ目が、えー、と接点機能です。これは単純に、えーとまあ、あの電話のリストとかですねメイリングリストを持っていると,ということではなくそれプラスして やっぱりこの人ののうここととだからとからですねやっぱりこの日頃からの関係性信頼関係をベースにしてきちんとこう行動変異を起こさせる起こしていただけるような関係性を持っておくことこれが2つ目で3つ目これが重要だと思ってるんですけどもやっぱり具体的な脱炭素メニューこれを持っていって、えー、とご納得いただくさらには次のステップですね。 ここが一番難しいところなんですけれども、えっと、同業他社さんも含めてですね、えっと、ちょっとそこは異業種のところが中心になってくるとは思ってるんですけれども次の人にパスするといったようなところも含めてやっぱりあの実施できないとこの辺りがうまくいかないよねっていうことを結論付けましたでちょっとあの、えっと、誘惑し優しい行う形っていうところあると思うんですけれどもちょっとこういったところの,あの議論を踏まえた上で次のスライドにしていかせてだきます。 ももう一つ、あの示唆として得たものが2点目でございますで。ここに示したものが脱炭素系マップというふうに呼ばせていただいているものでございます。でちょっとビジネスになってるんですけれども横軸に知る測る減らすそれから情報開示、まあ、こういったあの4つのですね、えー、とステップを示させていただいております。これはあの脱酸素中小企業の皆様の目線で見た時の必要な取り組みの流れだというふうに、えー、と承知しております。でここにですね、 地域,地域ぐるみで、えー、と入っていただく支援機関の皆様がお持ちの提供できる支援メニューを、えー、棚卸し,しますでそれを、えー、と全体像をつなげる形でですね、えー、とマッピングしますでこれによって、えー、と地域ぐるみで、えー、と今現状はですねあすみません、えー、と色を分けしておりますちょっと細かくて分かりにくいと思うんですけれども、えー、とこれ京都府様の事例をピックアップさせていただいてるんですけれどもオレンジ色が行政で濃い緑が金融機関 それから薄い青が、えー、と業界団体ですねで最後その他が、えー、と外郭団体の皆様省エネセンターさんとかですね、えー、と環境様の外郭団体さん温んセンター様を想定してます。でこういったことでですねこれ見ていただくと分かる通りえっ、ー、りバラバラになってます。ですけれどもこれを一枚のマッピングにつなげ合わせることによっておそらくですねここを、えー、と有機的につなぐことによって中小企業の皆様にご提供できる価値っていうのが高まるというふうに、えー、とここは確信しております。 でいかにこれをデリバリーするかというところはまた課題があるというふうには承知しております。ですが、えー、と地域ぐるみで支援体制を行うときはでかつこれで成果を上げるときにはやっぱりこういったマップを共有しそれぞれの支援機関の皆様が、えー、と自分たちが何をすべきなのかでそれから他者様も含めてですね中小企業の皆様に何を届ければいいのか、まあ、こういったところの、えー、と情報共有認識共有することが必須かなということを、えー、と結論として得たところでございます。 ですいませんちょっとあのハードル上げるようで恐縮なんですけど京都府様からこういったところのお話はだけると承知してますただこれは左上に書いてます通り23年後のマップになってますで現状ではまだこの一部でしか実現できてないというふうに承知してますですが、まあ、こういったところをイメージしながらですね今後連携していくことが重要だというふうに承知しておりますで最後こういったところであの3県ですね3地域について、えー、と秋田市様あわらかが市様それから京都府様にご発表いただきますすいません、えー、とそれでは最初秋田氏 様から。はい、ご発表をお願いいたします。えっと発表は秋田市のえっと株式会社北都銀行 gx 出長の佐藤様からえっとご発表いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ええっと秋田市の、えー、地域組事業を担当しております、えー、北都銀行の佐藤でございます、えー、よろしくお願いいたします。 えっと、秋田市ではです、ね、秋田市、それから秋田市の地球温暖化防止活動推進センター、秋田市内の金融機関、そして秋田商工会議所にてです、ね、本事業に申請をいたしまして、取り組みを進めてまいりました。申請者を代表いたしまして、今年度の取り組み内容についてご紹介をさせていただきます。はいえっと、まずこちらあの、この地域ぐるみ事業にです、ね、申請をいたしましたあの背景についてでございます。 秋田市ではです、ね、昨年度より秋田市の温房センターで,です、ね、脱炭素インフォメーション秋田オフィスという枠組みを設置いたしまして、脱炭素セミナーであったり、無料の省エネ診断などを行いまして、脱炭素経営に向けた知る、はかるという支援を実施してまいりました。ただです、ね、実際の CO2 の排出量の算定の実施ですとか、CO2 の減らすに向けた支援体制の整備というのはこれからという状況でございました。 一方です、ね、われわれ金融機関では、脱炭素経営に向けた CO2 の排出量の算定ですとか、CO2 の削減に向けて、ね、ソリューションの整備ということは行ってきましたけれども、現状、相談が少ないという状況でしたし、脱炭素オフィスとです、ね、金融機関、それから商工会議所が連携するといった地域ぐるみでの支援体制はできていない状況でございました。はいえー、とそういったです、ね、状況を踏まえまえして 秋田市では、温房センターのこの脱炭素オフィスと、市内の金融機関、商工会議所が連携をいたしまして、市内の中堅・中小企業へエンゲージメントを行ってです、ね、地域の企業がビジネスマッチングや金融サービスといった支援メニューをです、ね、地域の中で適時、適切に受けることができる、そういうような地域ぐるみの体制を作ろうと、本事業に取り組んでまいりました。 その体制づくりに向けてです、ね、今年度は4つの取り組みを行いました。はいえっと、まず1つ目がです、ねえー、今回、1つ目として、えー、実行したのが、省エネ診断先へのヒアリング調査となります。脱炭素オフィスでは、昨年度よりです、ね、秋田市内の企業、数十社へ省エネ診断の実施をしておりましたが、その後のフォローまではできていないという状況でございました。 省エネ診断の結果をです、ね、どのように脱炭素経営に向けた支援につなげていくかということを明らかにしていくために、ヒアリングの調査を実施いたしました。ヒアリングの結果といたしましては、省エネの運用改善はです、ね、ほとんどの企業で実施していたというところでございますけれども、省エネの設備導入まではできていないという企業が多くいらっしゃいました。その理由とししましては 資金調達ができれば検討するといった金融機関のサポートで解決が見込まれるものも一部はありましたけれども、大半の企業はですね、設備の耐用年数などからも、設備更新のタイミングにならないと、省エネ設備の導入は検討していくのは難しいというのが現状でございました。そそそのののためにででですすねね企業ががいつどのタイミングで設設備備更新が行われるかそしてその設備投資はです、ね 企業全体の CO2 の排出量削減に、どの程度の効果となるかを示す脱炭素ロードマップというものを策定して、設備更新の時期を明確にしながらです、ね、補助金や融資の支援ができる仕組みを作っていこうということで認識をいたしました。はい、で今年度を実施した2つ目の取り組みとしては、少年診断を実施した先に追加,をいたし追加で,です、ね、太陽光の設置調査というものを行いました。 実際にですね設置が可能かどうか、そしてどの程度の電気料金の削減効果を見込めるかというのをデータで確認いたしまして、省エネ設備の導入に加えて、ですね脱炭素経営の減らすに十分効果があるということを調査を受けた企業も、われわれ支援機関側もですね確認をしております。えっと、今年度実施した3つ目の取り組みといたしましては、地域の企業がですね、 脱炭素経営に取り組むメリットを体感していく、それからわれわれ支援機関側もですね、ビジネスにつながっていくということを体感していくために、脱炭素経営の身近な事例作りというものを行いました。金融機関を中心にですね、秋田市内の企業6社へ省エネ診断ですとか、CO2 の算定を行いながら、脱炭素ロードマップを含めたです、ね、脱炭素経営計画の策定というものを行いました。実際に策定をししながらです、ね、企業と対応していく中では 計画を策定することで、対応すべき課題がしっかりと見えてきたと、そういった意見もございましたし、次の展開がです、ね、まだまだ見えてこないと、そういうような意見もございましたので、今後のです、ね、運用に生かしていきたいなというふうに思っております、はい、今年度実施した4つ目の取り組みとしては、共通様式の政策というものを行いました。 支援機関内、ですね現状の取り組みを確認していきますと、企業の脱炭素に関する情報というのは、われわれ金融機関に集中していて、ですね地域全体で情報が得られる状態になっていないということが見えてまいりました。そこで、ですね支援機関の中で円滑で継続的な情報連携を進めるために、地域の共通様式として、脱炭素カルトというものを作成して、運用していくということといたしました。 カルテの中身につきましては、支援機関の中で議論をいたしまして、策定をいたしまして、企業の基礎情報からエネルギーの使用量や建物の情報、それから省エネ診断や GHG の算定結果、そしてそれを踏まえた脱炭素ロードマップ、それから相談や支援の履歴というものを残して、記録してです、ね、支援機関の中で情報連携ができるフォームといたしました。 カルテの運用につきましてはあの、主に金融機関が独自で活用していくというパターンと、オンボーセンターがですね、金融機関と連携していくというパターンを想定しておりまして、こちらのスライドは、オンボーセンターとの連携パターンとなっております。 受け付けをしたです、ね、金融機関がカルテに記載をしてです、ね、おん温房センターへ取り次いで、おんセンターがです、ね、専門機関へ取り次いで、カルテの内容をです、ね、充実させていって削減の支援の実、削減支援の実行につなげていくと、そういうような想定となっております。今年度はです、ね、こちらがうまく進むかどうか、すね。温房センターと金融機関でロールプレイングを実施いたしまして、問題なく進めるということを確認しております。 はいえっと、こちらですね、今後、地域の中で整備していく脱炭素系支援のメニューとなっております。こちらの図のとおりです、ね、知る、測る、減らすのこの一連の流れで、支援機関ごとの役割というのがございますけれども、それぞれの役割の間を円滑に進めていくために利用するのが矢印で示している脱炭素カルテとふうになっております。脱炭素カルテを運用することで 円滑な脱炭素の支援というのはもちろんなんですけれども、地域の中で情報や事例の蓄積ができて、で,きてですね次の支援につながっていくと、そういう良いスパイラルが生まれるというふうに思っております。次年度といいたたたしましししままてはこの作成いたしました脱炭素カルテをですね より実効性の高いものにして、地域の中で継続して活用する体制を作っていく必要がございます。カルテの普及を目指してです、ね、金融機関を中心に対応先のターゲティングを行ったり、企業の事業性評価を実施する際にです、ね、脱炭素カルテの要素を入れながらです、ね、カルテの作成を進めまして、 オンボーセンターともです、ね、連携を取りながら、来年度は地域の中で100社のカルテを作成していくということを目指して進めていきたいと思っております。また、よりこの脱炭素カルテをです、ね、実効性が高いものにしていくためにも、カルテ作成企業へのインセンティブの検討も必要だというふうに考えておりまして、現状の案といたしましては、カルテコンソーシアムということで、カルテを作成した企業を認証いたしまして、 取り組みを対外的に紹介したり、地元の設備業者さんにカルテコンソーシアムに入ってもらってです、ね、脱炭素カルテのフォームを提供いたしまして、自分たちの設備提案につなげてもらうと、そういった地域企業もです、ね、巻き込んだ体制というのを、支援機関内で協議しながら構築していく予定でございます。 今回ですね、カルテの作成やヒアリングの対応、それから脱炭素経営計画の策定などですね、それぞれ時間のない中で対応しなければならないということで、その点、非常に大変苦労したというところでございました。ただですね、共同事業で進めてきた、あの、応募センターがですね、 既存の脱炭素オフィスの枠組みに今回の事業を受け入れていただいて、また事業期間中もですね、多くの業務を担当いただいてスムーズに進めることができたと思っております。その点ですね、他の地域の防災センターさんの活動の参考になるような取り組み取り組みにもですねできたのではないかなといううに考えております。 またですね、今回、ですね、環境省様、PWC 様からご支援いただきまして、地域の中で少しではございますが、支援体制を作ることができたと思っておりますので、この後はですね、私たち地域にある支援機関が、ですね、脱炭素で地域を良くしていくんだと、そういった思いをですね、しっかりとこの事業に込めながら、今後も進めてまいりたいと思っております。私の説明は以上ととなりりまます。ありがとうございました。 佐藤様ありがとうございました。あのちょっと冒頭申し上げるのも遅,遅れましたけれどもあの、脱炭素カルテ、すごくいいツールだと思っております。でこれをあの地域の金融機関様、それから、応、え、募、っと、センター様で情報連携し、まあ、提供価値を高めていく、このいい事例だと承知しております。ありがとうございました。えっと、続きまして、あ、えっと、ーらかがし様からの、えっと、ご発表になります。でご発表は、えっと 福井銀行営業支援グループ地域創生チームチームリーダーの山口様からお願いいたします。それからあの阿原市の副首相の前川さんもですね、講談で、えっと、オンラインでですね、えっと、ご発生いただくことになっております。どうぞよろしくお願いします。はい。ではあの福井銀行地域創生チームの山口と申します。よろしくお願いいたします。はい。えー、ではあの福井県阿原市石川県香川市西四温泉街での、えー、地域ぐるみでのモデル事業についてご報告させていただきます。 はい、まずはですね福井県あわら市と石川県加賀市について簡単にご紹介させていただきます漁師は県境をまたいで隣接しておりますどちらも四季折々の美しい自然を楽しむことができる大変魅力的な温泉を有する観光地です冬にはあわらでは越前ガニ加賀では加納ガニを堪能できる温泉地でもありますいよいよ3日後の3月16日には漁師に 北陸新幹線が延伸することからこの機会にぜひお越しいただければと思います両市には北陸新幹線が開業するわけですが首都圏からのアクセスが格段に向上します日本政策投資銀行のレポートによりますと経済波及効果は両県それぞれ300億程度にもなると試算されており地元では大きな期待を寄せております 一方で、経済波及効果を持続的なものにするためには、えー、北陸エリアとしての魅力をさらかに高めていき、えー、国内人口減少の中、インバウンド需要の取り込み強化が必要だとも言われております。はい、そこでわれわれはです、ねえー、温泉旅館の脱炭素の取り組みを観光価値に変えることができないかと。できれば、 脱炭素経営に取り組む事業者のインセンティブを創出できるのではないかと考えました背景として消費者のニーズの変化、多様性が挙げられます従来のマスツーリズムや団体旅行から個人旅行が主流になりそこからニーズの多様性の中地球環境に配慮した旅行が求められるようになってきておりますこちら世界の潮流にもあの注目しますと えー、特に右から2番目の円グラフですけども、えー、世界の旅行者の7割超はサステナブルな旅行の選択肢を旅行会社に提供してほしいというデータがございましたまた温泉旅館業界は脱炭素経営の必要性が高い業界とも一方で言えます一般的に空調急騰にかかるエネルギー需要が大きく利用客1人当たりの CO2 排出量は家庭と比べて10倍とも言われています 昨今ではエネルギー価格高騰による経営圧迫もこの要因であると思います。これらを踏まえて我々は環境省様の事業に申請することで脱炭素×観光による地域活性化支援に取り組むことといたしました。西四温泉街の方々と地域金融機関が申請者となり観光および脱炭素の専門家とともに 観光事業者様の脱炭素支援メニューを提供し地域価値向上と循環を目指すことといたしました今年度実施した内容は大きく3つあります1つ目に温泉旅館を対象とした脱炭素セミナーワークショップを開催し目指すべき観光地の将来像などを話し合いみんなで取り組んでいくという機運を醸成いたしました2つ目に 観光地の脱炭素に向けたグランンドデザインを作成その中で環境に対する意識の高いインバウンド観光客の取り込みを図っていくことも盛り込みました3つ目にインバウンド観光客を事業者様のニーズと観光客の誘客をニーズと捉えてですねその手段として認証制度が必要だと考えました認証制度検討においては旅館業の国際品質認証制度を持つ 株式会社サクラクオリティマネジメント様にご助言をいただきました。こちらはセミナーワークショップの様子です。セミナーでは NHK、えー、セミナーではですね NHK エンタープライズの源達京子様をお招きし脱炭素系の革命脱炭素革命への挑戦阿武隈温泉加賀温泉に何ができるかと題して講演いただきました。その後脱炭素カードゲームを開催しさらに意識統一を図りました。 ワークショップではあわら市および加賀市の地図に目指すべき観光地を必要と考えられる再生エネルギーやカーボンニュートラル施設などを記入しながら将来像を議論しましたこちらは一部抜粋になりますがセミナーワークショップを経て議論されて内容をもとに作成したグランドデザインです脱炭素経営が進んだ未来の姿を思い描き地域の皆様と足並みを揃えて 取り組んでいきたいと考えております。ここで脱酸素認証制度について簡単にご紹介します。えー、温泉旅館の脱酸素経営を客観的、対外的に評価することができれば、サステナブルなサステナブルな環境地として、観光地として PR することが可能になるという仮説をもとに検討したものです。 桜クオリティマネジメント様ににご支援いいたたたただきながら脱炭素項項目目特化ししし認証基準案を27項目策定いたしました例えばエネルギー消費量が適切に管理されているかどうか資料使用量を抑える工夫がされているかどうかなどを基準を設けてこちらを達成すれば認定を出しそれを地域の取り組みとして面的に対外的な発信を行うことでカーボンニュートラルツーリズムを目指していけるのではないかと考えております。 次年度以降はこのような体制で脱炭素に向けて動いていきますその中で時間はかかるかもしれませんがこの認証制度の設立をですね模索していきたいと考えております地域の脱炭素を図りその活動を観光価値に変えるというチャレンジをコンソーシアムの皆様とぜひ取り組んでいきたいと考えております 次年度以降の目標として改めてコンソーシアムを維持しながら将来的にインバウンドにも刺さるそんな可能性の広がる認証制度ができればと考えておりますえ各観光協会様や旅館組合様に対してこのすでに概要の説明はさせていただいておりますご承知のとおり能登半島の震災もございましたのでえその後ですねあの貴重なお時間を割いて快くお話を聞いていただいて大変感謝しておりますえ まあ一方で、まあ、この取り組みもです、ねあのまあ、慎重な意見も確かにございますのでそういったところをです、ね、あの全体のコンセンサス、情勢については丁寧に進めていく必要があると考えております。えー、連携を継続いただける JTB 様とともに、えー、焦ることなく一歩一歩前に進んでいきたいと考えております脱炭素の大きなインセンティブになりうるこのチャレンジを進めていくためにも皆様のご支援を賜れた,と賜れたらと考えております。どうぞよろししくお願いいたします。 以上で私の説明を終わります。えー、それでは、えー、最後に本事業にご協力いただいておりました青原市様からコメントを頂戴したいと思います、えー。前川副市長様、よろしくお願いいたします。えー、皆さんこんにちは。えー、青原市副市長の前川と申します。えー、議会がありまして、えー、オンラインで失礼をいたします。えー、ただいま、えー、福井銀行の山口様からお話しいただいたまあ、青原市とお石川県香川市、 西四温泉の、えー、脱炭素経営体制構築モデル事業、えー、市としても大変期待をしておりますし、あわら市もできる限りの協力をしてまいりたいと考えております。えー、皆様ご存知のとおり、あの元旦に発生いたしました能登、えー、半島地震では、多くの方々や企業が被災をされました。 その影響は、蕨温泉、加賀温泉にも及んでおりまして、キャンセルなどの風評被害も広まったところでございます。特に、和倉温泉はまだ営業再開も見通せない状況で、加賀温泉郷も多くの二次避難者を受け入れているということで、石川県の皆さんのお気持ちを思うと、大変つら、えー、い気持ちでいっぱいになるところでございます。 まあ一方、山口さんのお話にもありましたが、今週16日に北陸新幹線の金沢鶴ヶ間開業ということで、金沢伊勢の地域開業効果に期待が高まっているところでございます。地震の影響を乗り越えまして、多くの皆様に北陸にお越しいただきたいと考えております。 蕨、えー、市はですね今の脱炭素のモデル事業の前からですね、えー、現在新幹線の開業を契機としましてら温泉をコアに据えました観光ままちづくりビジョンを策定していますでその時にですねら温泉の寄って立つビジョンは何かというところを旅館組合それからまちづくり団体学生の皆さんなどさまざまな方々と議論を交わしてきました。 でその中で出てくるのはやはりウェルビーイング癒しとか食とか美容とか健康とかそういう考えは出てくるんですがその大きな柱の一つとしてですね未来に続くサスティナブルなまちづくり温泉地づくりというところが皆さん本当に多くの方が提案をなさってくださってます。 あの、私もですね、全く同じ気持ちでありまして、あの、このような市民や旅館経営者の方々の気持ちがですね、この事業を大きく後押ししてくれるんではないかなと考えております。このモデル事業の温泉旅館のですね、脱炭素認証制度、これをですね、具体化することで、サスティナブルな温泉地づくり、そして多くの観光客に注目される有効な あ取り組みだと考えております阿波羅加賀の北陸のブランディング作りに非常に役に立つものだと考えております、えー、北陸は一つと今は地震の影響を乗り越えて加賀温泉郷加賀市さんとともに素晴らしい温泉未来に続く地域づくりを推進していきたいと考えておりますのでまた皆さんどうぞ北陸加賀阿波羅にお越しくださいありがとうございました ありがとうございました山口様前川様あのご発表ありがとうございましたあの本当にあのビジョン作りですねここはあの中長期的に非常に重要なあのツールになるというふうに我々もあの確信しておりますあの今後もですねえっと阿波羅様加藤市様のえっと取り組みが進んでいくことを我々も懸念しております。 えっと続きまして最後になりますけれども京都府様の発表になります。えっと京都府様の取り組みとしましてはあのゼロカーボンフレームワークという行政が主導しつつ金融機関と連携してサステナビリティリンクローンこれを普及する活動になっております。まあこういつところを中心にですね。えっとご発表いただきます。えっと京都府えっと総合政策環境部脱炭素水社会推進課主任の沖津様より発表いただきます。どうぞよろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました京都府の沖津と申します。それではあの京都府における中小企業の脱炭素化に向けてということで、地域ぐるみのモデル事業におきましては、京都府をはじめ京都市さであったりですとか、地元の地域金融機関さんと合わせて申請させていただいておりますが、代表してご説明させていただきたいと思います。まずはじめにですね、京都府における中小企業の脱炭素化に向けたこれまでの取り組みということで、京都府では、 2050年までに温室効果ガス排出量実質ゼロを実現することを目指してそのための中期目,中期目標として京都府地球温暖化対策推進計画において温室効果ガス排出量を2030年度までに46%以上削減することを目標としております。でカーボンニュートラルの実現に向けましては京都府内の企業の大半を占める中小企業の脱炭素化の促進が重要でありそのためには 地域金融機関さんの皆様による支援が不可欠だと考えておりました。地域金融機関にはですね有事先の企業等との対話を通じて気候変動に関連する各企業のリスクやチャンスを把握分析して各企業が置かれている状況を経営者等に適切に伝えた上で各企業の脱炭素化を推進することを期待しておりますこういった状況を踏まえまして京都府では令和4年に地域脱炭素京都コンソーシアムというものを設立しまして 地域金融機関さんであったりですとか産業支援機関さんであったり行政を構成団体とするものなんですけども地域金融機関の営業力であったりですとか有資ネットワーク等を活用した中小企業の脱炭素化支援に関する課題の整理であったりですとか施策の検討について議論してきたところでございます併せまして地域金融機関と中小企業が活用しやすいサスティナビリティリンク論 SLL の仕組みである京都ゼロカーボンフレームワークを 令和5年の1月に構成構築したところでございます京都ゼロカーボンフレームワークの概要といたしましては削減目標の達成により金利優遇を受けられる融資契約サスティナビティリンクローンにおいて必要な第三者評価に京都府条例に基づく大規模事業者大規模排出 事業者を対象にした特定事業者制度という制度を巡用して中小企業さんであったりですとか金融機関さんが簡便かつ低コストで利用できるような SLL というのを用意しておりますこういった SLL を実行いただくことで中小企業の皆様にはですね計画削減の目標の 計画で策定でありますとかそれに向けた、えー、策定の実行というのを行っていただいているところでございます。 地域ぐるみでの中小企業支援体制構築事業における取り組み内容ということでこうしたこれまでの取り組みにおける現状認識課題を踏まえまして支援メニューの連携によるコンソーシアムによる一気通貫での支援を実現するため金融機関の公員の皆様のスキルアップでありますとか支援機関の連携策を整理してきたところでございます具体的に現状認識課題と申し上げますと中小企業の皆様の脱炭素化の支援には金融機関の公員の皆様の さらなるるスクールアップが必要であることまた地域脱炭素共同コンソーシアムにおいて行政であったり金融機関であったり商工会議所さんであったり工業会さんであったりそういった団体で構成するコンソーシアムが発足しているもののそれぞれさまざまな支援メニューがございましてそれぞれの連携が一体的な整備連携が不十分であったということが考えられておりました。こういった中で地域ぐるみ事業に おきましては以下のような取り組みを実施してきたところでございますまずはじめにですね、脱炭素カードゲームということで中小企業の皆様や金融機関の行為の皆様を対象にカードゲーム形式で脱炭素について学べる ゲームを実施したところです。ゲーム教育式により脱炭素の意義であったりですとか、なぜ取り組まなければならないのかといったあたりを実感いただいたところです。また中小企業向けには脱炭素セミナーを開催させていただきまして、知るハカル減らすのステップでご紹介す脱炭素の支援メニューを紹介すると,とともに、実際に脱炭素に取り組んでいただいている事業者の皆さん、事業者の方にですね、実際の取り組み事例というのをご紹介していただくことで。 他社のの取り組み事例とといいいいうのを学んででた,だいたところでございますまた金融機関向けスキルアップ講座ということで金融機関の視点の後員の皆様に向けて先ほどご紹介しました京都ゼロカーボンフレームワークをはじめとしたコンソーシアムの支援メニューというのをご紹介しまして支援メニューを活用した営業手法というのをご説明したところでございますまた地域金融機関さんそういった支援メニューを活用した地域 金融機関さんによる営業手法というのも多,多項事例としてご紹介いただくことで他の金融機関さんも同じような形で取り組んでいただけるようなイメージを共有したところでございますまた企業向け脱炭素アンケートということで企業府内の企業向けにアンケートを実施し今後の政策の参考になるような脱炭素に向けた事業者様の認識だったりですとか対応状況ニーズといったところを把握したところでございます残りの2つについては詳細をお勧めさせていただきます まずはじめに中小企業における一気通貫の支援体制づくりということで先ほどご紹介いただきましたが中小企業を対象としまして脱炭素を進めていくにあたってコンソーシアムの構成団体が展開するメニューというのを知る測る減らす情報公開というステップで一気通貫で 取りまとめるということで府内の中小企業さんに対してどういった支援が有効かというのを取りまとめさせていただきました順番に横軸で「知る」「はかる」「減らす」「情報公開」という支援メニューを並べさせていただきまして「知る」の部分ですと先ほど申し上げましたセミナーの部分であったりですとか「はかる」の部分ですと排出量の算定の支援であったりですとか省エネ診断の実施で最後に「減らす」の部分ですと「省エネ」 であったり再エネの導入っていうのが必要になるかなと思いますので行政からの補助金の提供であったりですとか非化石証書の共同購入というようなプロジェクトも実施しておりますのでそういったメニューがあります。で最後に情報公開の部分で最初に申し上げました京都ゼロカーボンフレームワークに基づきました削減の計画策定であったりですとか大規模事業者向けの特定事業制度の運用こういったメニューマップを作成させていただいたところです。 で京都府の脱炭素における取り組み目標ということで最初に申し上げました京都府内の2050年カーボンニュートラル 中目,目標といたしましてはそのためには府内中小企業においてまずは排出量を把握している企業さんを増やしていったりですとか削減目標を発信している企業さんを増やしていったりまた最終的には SL を蘇生するような企業さんを増やしていこうということで中目標を置いております。でこの大目標中目標を達成するために求められているのが個別目標ということでメニューをシャープの1番から14番ということで割り振らさせていただいているんですけどもこちら こちらのメニューがですね、先ほどメニューマップのシル図る減らすのセミナーの部分からですね、順番に。 記載しているのがこちらのメニュー名になっておりまして個別目標ごとにですねなっていただくコンソーシアムの構成団体さんというのを割り振らせていただきまして目の前の脱炭素経営に取り組む中小企業さんのそれぞれのステップであったりですとか課題に応じてどういった支援メニューを提供すればいいのかというのをどういった支援メニューを提供すればいいのかまたどこに相談すればいいのかというのをまとめさせていただきました。 で続きまして最後に取り組ませていただきましたことが金融機関向け脱炭素経営支援ハンドブックの作成ということでえ中堅中小企業の脱炭素経営を伴走支援する際にえ金融機関がに活用していただくえハンドブックというのを作成させていただきました目的といたしましては金融機関による中堅中小企業への提案機能の強化ということでえ金融機関の皆様がえ取引先の事業者様に対して脱炭素経営のメリット必要性というのを を感じていただき興味を持っていただくことまたですね脱炭素の目の前の事業者様に対してどういった支援メニューを実施していくのかという紹介をさせていただいて実際に着手していただくことを目的にしております先ほど紹介させていただきましたメニューメニューメニューマップの内容をですね順に紹介させていただきまして融資先の企業様に応じてどういった メニュー支援メニューを提供していけばよいのかというのをご紹介させていただいたところでございます。最後に中小企業の脱炭素化に向けた次年度以降の取り組み事項といたしまして中小企業の脱炭素経営に向けた理解促進というのをさらに図るとともにコンソーシアムの構成団体と連携しまして、えー 伴走支援中小企業の脱炭素化を伴走支援いただく金融機関の支援体制の強化をさらに促進したいと考えておりますえ次年度の目標といたしましてはえ中小企業の皆様であったり金融機関の皆様に対してえ脱炭素セミナーを開催する,することでえ中小企業であったり金融機関の皆様の理解促進をさらに図っていくとと,ともにえゼロカーボンフレームワークを利用していただいた事業様の有料事例なんかを発信することで京都府全体の 金運情勢とといいいうのをっっててきたいと思っておりま,すまた先ほどご紹介しましたハンドブックを活用しまして支援メニューというのを適切に紹介することで金融機関 の皆まをはじめ経営、ね、支援にに向けててて適切なな提案ができきるようにしていきたいたと考えておりますで次年度以降に強化すべき機能メニューと取り組みの施策ということで現在考えているところでございますが破綻り機能の部分といたしましては地域脱炭素京都コンソーシアムの事務局である京都府がです、ね、今後の方向性を提示したりですとか有料事例を発信したりですとか してていいきたいと思っておりますまた接点機能といたしましては行政の方で支援メニューの周知を図ったりですとか金融機関であったり商工会買といった産業支援機関にあるような窓口において脱炭素経営を相談することで接点機能 作っていきたいなと思っておりますで最終的には金融機関さんにおいて先ほどのハンドブックをご,ご活用いただきながら、えー、脱炭素の経営のご提案であったり、えー、それを活用していただくための行為の人材育成を図っていきたいと思っておりますでメニューといたしましたシルの部分ですね、えー、行政であったり産業支援機関が実施するセミナーを、えー、より効果的に活用する、えー、開催するとと,ともにはか、えー、るのステップでは省エネ診断の実施最後にはハイラストの部分には金融機関 さんのの提案機能というのをご活用させていただいて京都ゼロカーボンフレームワークをはじめとした支援メニューと連携した削減計画の策定であったり実行支援というのをさせていきたいと思っておりますで推進体制といたしまして地域脱炭素京都コンソーシアムを引き続き開催させていただきまして各支援機関が似合う支援メニューの実績であったり有料事例を共有させていただきますとともに今後の方向性を議論させていただきながら、えー、制度の変更でありますとか、えー 求められる時代社会の要請に沿った政策が取れるような形で協議を行っていきたいと思っております今後とも地域ぐるみのモデル事業、えー、他の地域のモデル事業となれるようにですね取り組んでいきたいと思っておりますので引き続きどうぞよろしくお願いいたしますご清聴ありがとうございました大木様ありがとうございました あのゼロカーボンフレームワークを軸にしてです、ねえっと、地域ぐるみで、えっと、脱炭素メニューを、あのマップをです、ね、作り上げ、その役割分担まで、えっとえっとえっと、作っていただいたという有料事例だと承知しております。で、これを軸にです、ね、来年度以降もあの推進していただくことを記念しております。ご、えっと、ご発表の3地域の皆様本当にありがとうございました で、この場を借りまして、あの全16地域の関係者の皆様、本当にこの1年間ですね。お世話になり、あのご議論に参加いただきまして本当にこの場を借りて御礼を申し、ま、心から御礼を申し上げます。ありがとうございました。あのこれでセッション2の発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。